はい、どうも、こんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、久々のアクアリウム撮影なんですよ。前回何を撮ったかな、苔だったかな、苔の後なんか撮ったっけ、ちょっと覚えてないんですけど、撮影としてはどんぐらいぶりだろう、1週間以上経ってるんじゃないかな、多分。前回なんだろう、苔だったかな、確かそんな記憶でございます。いや、もうすごかったんですよ、苔がね。あれから頑張って掃除して、今現状こういう感じです。で、ちょっと自分の中で実験で、ちょっと流木、右側置きっぱなしで左側新しく置いて、苔は新しくやっぱできるのかなとか、ちょっとそういう風なね、もう知識やっぱそういうのないんで、そういうのでちょっとこう右左側の流木をちょっと入れ替えたりとかはしてます。右側はそのままです。で、苔は一回ね、あの木削液だったかな、これを一旦塗って30秒ぐらいしてジャバジャバ洗って、で、苔の濃い部分だけブラシでね落として、入れたんですよ。もう一回ジャバジャバ洗った後にね、で、水替えの時にね洗ってそのまま入れた。で、今現状こういう感じです。だいぶ綺麗になったよねって感じ。ガラスはね、ただもう大変で、スクレーパーっていうのかな、プラスチックのスクレーパーを買ってきて、もう落として、で、スポンジ、メラニンスポンジでゴシゴシして、でも、あのあとまたね、2日3日でまた苔が出てきて、で、それを落として、あの水換えの時にまた落として、何回かやってるとちょっと落ち着いたかなといった感じです。今すぐには苔が出ないようにはなったけど、もともと苔がついてる石とか、奥にある石とかはやっぱ落ちないですね。その点に関してはちょっとどうしようもない。入れ替えた分に関して、石とかね、いくつか入れ替えたんだけど、入れ替えた分に関しては新しく苔はついてる感じはないかなといった感じです。で、今ライトはね、ずっとこの日装の1本でやってますけど、これだとね、ジェックスと2つつけてた時に比べて、あのね、水草の成長速度はなんかあんま変わんないなっていう感じ。やっぱあのナンセアン、ロタラナンセアンは早い。もうあれからね、2回ぐらいトリミングしたんですよ。昨日ちなみにしました、水替えしたんで、昨日その時トリミングしたんですけど、あれがやっぱ一番早い。2番目がやっぱこのスーパーレッドかな、この辺が早くて、で、あとこれ、アンブレラプラント、これもね、今ガンガン伸びてる。これそういえばこれいつ入れたっけ、これ水替え、この前か、1週間ぐらい前か、そうだね、苔の動画の前の日かなんか入れたはずなんで、もうそれ入れてからっていうのもあるかもしれないけど、すごく水草もね元気に育ってます。で、これね、これ バルキラス、バルキリスだったかな、これがね、育ちすぎ、想像以上に横がでかいんですよ。5センチ以上あるんで、この幅がね、ちょっと場所取りすぎで、さらにね、あの脇芽からもバンバン出てるんで、ちょっとこれはね、取るかもしれない。想像以上にちょっと育ちすぎなんで、他のはいいんだけど、ちょっともう後ろの有機草が全然見えなくなっちゃってるんで、ちょっとね、思ったよりこう、しかも長くなってるとかで、ちょっとこれは取るかもしれないですね。で、そうそうね、ライトをもう一回ちょっと追加しようかと思いまして、やっぱね、あのナンセアンね、前までナンセアン、やっぱダブルでつけた時はナンセアンからあの気泡がポコ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 出てたんですけど、今やっぱこのライト一つなんで、でも出てこない。成長はしてるんだけど、多分酸素も絶対出てるはずなんだけど、やっぱちょっと前に比べるとあれかなということで、今回ですね、新しくライトを買いました。こちらでございます。まあちょっともう見る人が見たらね、もう分かっちゃうのかもしれないですね。はい、もうそれはね、もうなんだろう、ネットで評判、そしてコメントでもね、実はこれがいいですよっていうのがあったんで、まあいろいろ考えた末で買った、今自分は初めて開けてますけど、買ったのがこれ。はい、分かりますかね、これワイヤーがついてて、そして説明書、アクロオリジナル LED トライアングルシリーズお買い上げいただきまでございます。
あのチャームのオリジナルメーカーっていうのかな、であと入ってるのは本体とこのスタンドっていうのかな。まあ先日ねちょっと苔の問題で、あのジェックスは苔だらけになって、あれチャームのアクロシリーズはいいって書いてたレビューの人もいたんで、まあ、それも気になってたんです。まあ前々からねコメントでちょこちょここのトライアングルアクロのやついいですよっていうのがコメントでちょこちょこ来てたんですよ。ちょっと高いですこれ、1万ぐらいするんで、ちょっと実際すごく迷ったんだけど、今後ねでもいろいろこうやっていって、なんかライトいろいろ、あの本当はね、あのコトブキのライトを買おうかとか、コトブキとこれで2等にしようかなとかいろいろ考えてたんだけど、やっぱね、レビュー評価とかいろいろ見てるとやっぱこれすごくいいみたいで、でなんか最初の初期ロットじゃないけど初回生産分とか速攻売り切れたとかいうぐらいすごい人気のやつらしいので、これ買いました。で、しかもこれ3000ルーメンというね、めちゃくちゃ明るいよねこれ、すごいね。通称おにぎりだったかな、なんかどっかに書いてあったけど、スイッチはこっちだけ。こちらですね、アクロ株式会社リーフ 29.4W、 製造もちゃんと書いてますね、2019年8月と、はい、60cm グローですね、自分が買った。あとブライトだったかな、真っ白のブライトとグローとありまして、まあ一応グローの方が良さそうだったのでとりあえずグロー買ってみました。このねパッと見た感じで言うと、なんかデザイン、まあ、デザインもまあおしゃれといえばおしゃれだけど、なんかシンプルな感じっていうのがありますね、はい、ということでね今回これをねちょっと取り付けてみたいと思います、はい、あとあれねこの辺が気になってる人も多分いると思うんですよ、右の方の緑は何だと、今ねこっちの部分が排気っていうのかな、あの出てくる方なんですけど、これね夜になる時に、まあ、エアレーションも炊くんだけど、このねこのパイプをこのテープをどけると、ここにねもう吸盤があるんですよ。ここにガチャッとつけて、この排水口っていうのこれをちょっと上に向けると、でちょっと上を揺らしながらエアレーションもしつつというダブルで、まあ、やっぱ油膜がちょっと出るんで、どうして上を揺らしつつエアレーションもして朝には綺麗になってるっていう感じのをやっております。はい、というわけでこのねアクロシリーズつけていきたいんですけど、その前にちょっとカメラをちょっと明るさを固定します。今オートなんで、明るくなれば暗く調整するっていう調整が入ってる、ちょっとね固定しますね。はい、それではね、点灯してみたいと思います。ちょっとスイッチがこっちっていうのはちょっと失敗したな。はい、まあ後から入れ替えましょう。言いましょう、3、2、1、5。おおおおおおまぶしい、まぶしい、肉眼とカメラだとカメラの方が若干明るいかなっていう感じ。この明るさはすごいよ、すごい、もう全然違う。さっきのねこの日ソ、これが 7W で、約665ルーメン、そして今回こちらアクロが 30W、まあ、29.4W で3000ルーメンでございます。だからまあ明るさとしては6535倍までか、4倍ぐらい明るいのかな、かなり違うというか、まあ前の状態苔だらけになった状態で言うと、この日ソとジェックスが1000ルーメン、これが660なんで合わせて1600じゃないですか、それのさらに倍あるって考えるともう全然明るいよね、うん、なんかいろんなね、今見たらこう流木が持つあの辺が汚れてるってとかね、いろいろわかる、もう今見てわかるぐらい全然違います。これがあのね評判がすごくいいアクロシリーズの 60cm タイプでございます。おちょっと待って、アヌビアスがもういきなり気泡が出てんだけど、これ見えてるかな、このねちょうどアヌビアスの真ん中辺からポツ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 で、ね、いきなり気泡が出てますね。 これだけかな、今のところこれだけですね。いきなりさっきまで出てなかったですから、絶対出てなかったから、いきなり出るぐらいやっぱ違うんだね。
このスーパーレッドの後ろからももういきなり、気泡が出始めてるというもうすごい感じですね。はい、いやいやいや、まあこれでちょっとねまたしばらく様子を見ていきたいなと思います。まあ、スリムなんでもうこれ一つあればもう十分かなと、うん、思いますね。で、あとこれ言ってなかったけど、この魚ね、お魚、今入ってるお魚さんなんですけど、この辺にね、まあ、チラ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 この上の方を泳いでるこのお魚さんなんですけど、このお魚さんはですね、ポポンデッタフルカタという、お魚さん、熱帯魚でございます。一応ね、レインボーフィッシュ系っていうのかな、全体的にちょっと透明というか、でもヒレとかちょっとあのヒレの部分がちょっと黄色なので、なんかこう可愛いなと思ってちょっと入れてみたんですよ。8匹ですね。ちなみにこう今7匹しかいなくて、1匹で追っかけ回すんで、もう1個のその水草水槽の方に1匹ちょっとあの逃がしてるとか入れてます。でもこいつらはね、なんかねこう泳いでて、まあ、こいつらはまあ仲いいっちゃいい方かな。ただ1匹だけがなんかねすごいなんか力を持ってるかわかんないけど、その1匹だけで全部追っかけ回すっていうあれがあったんで、その1匹だけをちょっとね水草水槽の方に移してるんですよ。まあ今ね現状こんな感じでございます。で、あとね このパイプ、うん、この排水パイプというか、このパイプとかは、ちょっと今のところね変えようかなと思ってて、ちょっと注文してるんですよ。だから近いうちそれもねちょっと紹介できるかなと思います。ちょっとガラスのやつを注文して、でもうちょっとこう見栄えよくね、もうこのパイプがただ出てるだけなんでちょっと見栄えがあんまり良くないなと思ってたし、まあ先日にちょっとコメントで、リリーパイプスピンとかにして水流を殺すこともできますよと、見た目もおしゃれだしっていうコメントも来てたんですよ。だからそれをちょっとね変えようかなと思います。はい、そんな感じで、まあ、ちょっと今んとこね、まあ、こうだんだんこうちょっとずつ仕上がってるなっていう感じで、あのエビもねこの辺にいるんですけど、またねこれしばらくしたらこうね、あの何千の伸びが早いんで、ちょっと明日からちょっとどうなるか楽しみですね。この日層でさえこの1週間あったら、今ああいう状態じゃないですか。あれからもう海面まで出ちゃうぐらいガンガン伸びるんですよあれ。まあ、そんな感じで、まあちょっとね今後まだアクアリウム楽しみにしていきたいと思います。はい、そんな感じで、今回は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。